ヒンドゥー教の三最高神の一柱、芝心臓等身、ガネーシャの置物インド文化圏の範囲を表した図ヒンドゥー文明、ヒンドゥー世界とは、ヒンドゥー教を主要な宗教としている国、地域を指す文化圏。インド文明と呼ぶ研究者もいる。主な国はインドとネパール。紀元前2600年頃のインダス文明から発生したと考えられ4世紀頃にできた、 ヒンドゥー教の成立により、徐々に現在の文明となった。文化圏としての文明の区分は一定していない。比較文明論の研究として、トインブリーやサミュエル・ P ・ハンティントンは、ヒンドゥー教園を独自の文明と論じている。多くの研究者は独自の文化圏として認識している。伊藤俊太郎は、タイ、ミャンマー、カンボジア、チベト、スリランカ、 ジャワをヒンドゥー教園と合わせてインド文明としている。この考え方はインドで生まれた仏教を含めて考えている。ただし同じく仏教徒がいる中国や日本を含めて考えていないのは歴史、文化面を考慮している。ヒンドゥー文明を一つの文化圏とするサミュエル・ p ハンティントンが1999年に文明の衝突を表した。ハンティントンによれば 冷戦による東西の衝突が終わった現代は、西欧文明、中華文明、ヒンドゥー文明、イスラム文明、日本文明、東方正教会文明、ラテンアメリカ文明、アフリカ文明の八つの文明が衝突する時代になるのではないかと述べている。ありがとうございます。